はい、皆さん、こんにちは。ジェフです。みんな、まず、ちょっと自己紹介短くしますが、こんばんは。33分の武士、まあ、男性のための、弟子作りの、話し合い、説明、そして、ちょっと証しの時を持ちますので、はい、まず自己紹介お願いします。ポブさんからどうぞ。はい、ポブです。よろしくお願いします。西宮どちらからですか、ボブさん、どこ？西宮です。いい町ですよ。はい、ともみさん、どうぞ。はい、はい、ともみです。トミーと呼ばれてます。大阪の吹田市からです。万博があります。太陽のとこにいます。はい、ありがとうございます。はい、まさしさん、どうぞ。はい、まさしです。箕面市から参加しています。箕面市もいいところです。ありがとうございます。あ、みんな、じゃあ一言、平日じゃなくてごめんなさい、休みの日に何をしますか？ポープさん、休みの日、なんかちょっとリラックスしたいと思ったら何をしますか？最近はね、毎日が休みみたいな感じだからね。今事務所ですね、自宅事務所。事務所です。近くに、貯水池があるんですよね、うん。すごい自然がいっぱいで、そこに毎日のように散歩がてら、ちょっと軽くジョギングとかして、景色を見てリラックスして過ごしてます。いいですね。まさしさんは休みの日に。休みの日はそうですね。まあ子供と、まあ、3人子供がいてるので、子供と遊んだり、あと、まあ、1人の時間取りたいときは、自分の、もう、箕面に山が近くにあるので、そこに散歩したりしますね。猿と一緒にね、箕面の山。あ、そうそう。はい。ともみさんは、休みの日は、はい、もう、同じ続きみたいなんですけど、やっぱり散歩ですね。うちの近所もやっぱり町場なんですけど、北摂というか緑があるので、うん、ちょっと行ったら、歩いて行ったらもうすぐ緑が多いところで散歩したりしてゆっくり過ごしてます。ありがとうございます。はい、で皆さん、今日は、33分の武士の、説明とまた証しの少し時間を、持ちたいと思います。33分の武士は男性が現代の武士として立ち上がり、キリストの道に力強く生きるために励まし合い、助け合う同志の運動です。この御言葉が大好きです。イザヤ42の13節、主は勇士のように出で立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって権力を表す。私たちの主、神様ご自身は、勇士です。武士です。なので、戦士です。私たちも神様の形にかたどって作られたので、私たちもその戦う闘志、があることをぜひ覚えていただきたいと思います。私たちみんな戦うために作られたんですよ。しかし皆さんご存知のように、今は多くの男性が、その葛藤を抱え、もう苦しんでます。多くのクリスチャンの男性も苦しんでます。心に隠された痛み、また罪、また悩みが最近特に表面化し、その夫婦関係、家族関係、また自分自身が崩壊寸前です。しかし、主の義、主の、救いは近いです。主に、より頼む者は助けられます。実はこの、まあ、男性の働きはもう数十年前からやってますが、5年、4、5年前ですね、この33分の武士という考えが、あって、少しずついろんな形で作り出したけど、実は去年の11月から数十人の男性が
この33分の物資という形を、まあ、提供して、ちょっとですね、作りながら経験して、その中で彼らも多くは本当にイエス様の力とか、深い、その解放とか自由を味わって、もう本当に、その同志との絆を築くこと、そしてもう本当に生きがいを取り戻すことができました。彼らの心の叫び、私たちの心の叫びは、天に従い、人に仕え、己に勝ち、また悪を砕くということですね。この、簡単な信条があります。もう一回言います。天に従い、人に仕え、己に勝ち、また悪を砕く。私たちは本当に、主からこの使命が与えられています。で今からは、みんなからですね、少しずつ私たちが、こういう、まあ、男性のミニストリーに対して、またこの33分の武士についてちょっと証とか話を聞きたいけど、よかったらじゃあ、まさしさんから一言お願いします。あなたにとって、まさしさんにとって、この男性のミニストリー、または33分の武士とか、どんなような経験ですか？はい、私も33分の武士を経験して、今もまだ経験中です。4回目の33分の武士を新しいメンバーと一緒にやってる最中なんですけど、私が一番語られたのは、そうですね、大人になりなさいっていうメッセージです。神様から、あなたはいつ大人になるんだっていうメッセージを受けて、もうその時に、あ、自分はまだ大人になるっていう決断をしていなかったっていうことにまずショックを受けました。でも、その時に、いやいや、じゃあいつ大人になる決断をするんだっていう、もうその時しかなかったっていう感じですね。今大人になりますと神様に決断したっていうのが33分の武士で一番の私にとって大きな神様からのチャレンジでした。で、この今動画を見てる人も神様からもうすでに語りかけを受けていると信じてます。神様が選ばれて、あなたは今ここで見てると信じてます。だから、あなたはいつ大人になるのか、いつ男になるのかっていう、本来の男の役割は自分は何者なんだっていう、本当の自分を取り戻して前に進むっていうことをしてほしいなっていうふうに思います。今も私はその最中です。ありがとうございます。本当ですね。まあ、世界はもうどんな国でもやっぱりまだ大人になってない男性がいっぱいいますよね。はい、ボブさんどうぞ一言よかったらお願いします。はい、さっき私も今、2人の違う男性と33分やってるんですけれども、やっぱりさっきジェフさん言ったように、私たちは戦うために作られたっていうことをちょっと言ってて、私たちのこの DNA のこの中にやっぱり戦うスピリットっていうのが入ってるんですよ。で、男性はスポーツ見るのも好きだし、なんかこう格闘技も好きだし、何か戦うっていうのがこう、なんかワクワクするんですよね。それをやっぱり DNA の中に勝ちたいっていう多分思いが気づいてるか気づいてないか分かんないけども入ってると思うんですよ。うん、で、その33分の武士では、まあ、いろんな男性の誘惑だったり、葛藤だったり仕事のストレスだったり、もういろんな男性が受ける問題、そういう問題に対してどうやって勝っていくか、どうやって誰の声を聞くかっていう、その、まあ、訓練をその一緒にやるグループと一緒オープンにしながら分かち合いながらやっていくっていうプロセスなんだけども、本当にすごい有効的なツール、すごい使えるツールなんで、本当にもうみんなのこの世の中の男性は知ってほしいなと、うん、思ってすごい燃えてます。どれかな？ありがとうございます。本当に簡単でね、やっぱり男性が、まあ、友人関係を作っていくことですね。うん、ね、
そういうような信頼関係を築いていく中で、やっぱりまあ今からのいろいろ話をもしますが、結局、友人はやっぱり心をさらけ出すべきです。イエス様が言われたように、あなた方はもはやしもべではなく、私の友です。で、友は、やっぱり互いに知り合うとイエス様が言われた。だからその知り合うことは怖いですね。怖いことだけど、やっぱり踏み出して、ちょっとその危険を貸してやると、ものすごい大きな報いがあることと信じます。はい。ともみさん、お願いします。なんか、ともみさんはね、今度から、今から33分の武士を、やりますが、その、はい、まあ、ちょっとやりたいというきっかけは何ですか？はい。はい、ともみです。僕は、やっぱり、男性っていうのは、その、例えば仕事であったり、まあ、教会でもそうなんですけど、ある程度の付き合いはあったとしても、まあ、特に教会かな、は、まあ、職場でもそうですかね。なかなか、自分の弱さとか、その、まあ、出せるようで、実は出してないみたいなところが多いような気がします。だから、もちろんその戦うこと、その通りなんです。ほんで、もう、みんなで協力してっていうのもそうなんですけど、本当に、それとともに、自分のその、持ってる問題とかを、本当にもう自然にこう、話すことができて、で、でもだからといって、その話して、ああ、そう、大変やねんな、ああ、大変やな、終わり、みたいなじゃなくて、そこを出したときに、そのことを本当に力を与えてくれること、方、解決を与えてくれる方、そして本当に道を開いてくれる方が共にいるということをそのところで体験することを本当に期待したいと思って、この33分の武士にぜひ加わりたいと思いました。本当にジェフさんがそういうことを最初に語ってくれたと思うんですけど、本当に僕の行ってる教会でもまだまだその教会だけの付き合いとか、ね、マサさんも言ってありましたけど、教会だけの、その、週に1回だけの付き合いとか、やっぱり多いんですよ。でも、それだとやっぱり、寂しい。力がない。なので、本当に、これを見てる方も、ぜひ、一緒に参加して、みんなで、オープンに、楽しく、そして力強くいきましょう。と思いたいで、一緒に参加していきましょう、と思います。そうですね。ありがとうございます。いや、確かに今、ともみさんが言ったように、ただ、まあ、文句を言うところ、なんかちょっと、話、仲良しの関係だけではなく、やっぱりまあ、もちろん愛のあるもん、何でも話してもいい、そういう場所と同時に信仰のところ、今からこの問題について、例えばシェアしましたけど、ああ、かわいそうね、はい、終わります、祈ってあげますとか、そこで終わるのではなく、じゃあ、ちょっと信仰を持って、主の視野から、神様の視野から、この問題を考えて、そして、もう本当に自分の心の中、その解放されていく、その過程を一緒に歩む、コミットのできる仲間ですよね。だから、その、要すると、第1コリント13章の最後の方は、最終的には信仰と希望と愛、ね。愛は素晴らしいこと。しかし信仰もあるで、信仰と愛が両方あれば、その結びつけるのは、その、なんて言いますか、希望です。希望を持つことができますよね。うん、ありがとうございます。マサさん、こんばんは。どうも。はい、こんばんは。こんばんは。はい、よかったら、マスさんも、ちょっと一言、はい、その33分の武士だけじゃなくて、まあ、男性のそういう関係、弟子作り関係について、ちょっと一言、お願いします。あ、はい。まあ、僕も今回、また、武士の学びを、教会のメンバーと、また違うメンバーとで始めてるんですけれど、本当に、まあ、まだ2日目、今日3日目、僕らのグループはやってるんですけれど、何回しても、こう、
また違う学びがあるなっていうのを感じてます。で、そうですね、あとは、うん、短い一日の学びは数分のビデオを見て、済む内容ではあるんですけれど、そうですね、やっぱり問いかけがあるので、それに対してやっぱり考えて答えを出そうと思うと、やっぱり自分が普段考えてること以上のこう、なんて言うんでしょう、アウトプットがこう出てきたりすることもあるので、うん、そうですね、例えば昨日やった箇所だと、コロサイの3章の箇所で、己は死んだ、この命はキリストと共に隠されている、それがどういう共に隠されているってどういうことなんだろうって、って気になって前後の箇所を読むと、その普通の人間的な生き方と神様を信じて生きる生き方っていうのがこう書かれていて、すごく子供がいるんですけれど、イラついて怒ったりとかしてしまうことがあるんですけど、その後に多分、もう一つの生き方だと寛容さを持って子供に優しく接するっていう生き方がそっちの方なんかなって考えたりとか、こう、そうですね、日常生活にもこう当てはめて考えることがあります。そして最後に、この学びを通して常々語られるのはさらけ出しっていう、はい、ところですね。ジェフさんも話されてたように、やっぱりね、さらすってことは、リスクも伴いますし、恐れも誰しも持ってると思うんですけど、はい、そういうところにチャレンジするっていうのもあると思うんで、で、それを、していくことで、恐怖を抱えている以上に、やった後、もっと得るものがあるっていうのが、うん、大きい意味があることだなと思ってます。ありがとう。そうですね、いつも思い出す、聖書の箇所は、私たちは力から力へと進む。この、詩編84かな、私たちの人生は、旅です。いつも、成長していく、とどまってしまうと、やっぱり衰える。とど、まってずっとその状況を維持するのは、要すると無理というかですね。だから本当に成長しなければならない、変わらないといけないということですよね。この先ほどの信条をですね、言いました。もう一回、見てみます。私たちが叫ぶのは何ですか？天に従い、人に仕え、己に勝ち、悪を砕く。みんな覚えてますか？はい、よかったら、じゃあこのことについて一言ずつ何かありますか？天に従うこと。これが、昔の、実はね、この天に従い、人に仕え、己に勝ち、悪を砕くのは、昔の侍、の心情から来たことですね。彼らも天という、存在を認めたのが多くて、自分が天に仕えるものとして、自分を思ってた人もいたので、うん、みんなはどう思いますか？天に従うとはあなたにとってどうですか？よかったら、どうぞ自由に。
天に従いと言ったらもう絶対的なあの命令じゃないけども、もう上からあのこれしなさいっていうこの啓示というか、もうミッションが与えられてる、うん、うん、あなたの仕事はもうこれですっていう、ね、使命があるね、目的がある、ね、うん、はい、うん、なんていうかやっぱり天に従うこと、なんか僕日本人だけじゃないかもしれないけど、こう忠誠心というか何かにこう使いたいという気持ちは誰もがみんな持ってるような気がして、でもそれは自分が恐れからとかやったら、恐怖心からとかやったらただの奴隷関係みたいになるけど、本当にこう、ああこの人はもうこの方はすごいんやって言って、昔の侍もそうやったと思うんですけど、だから僕は私はあなたに使いますって言ってこう膝をかがめてこうする格好というか、そういう本当にこの人にこんだけ素晴らしい人やったら自分の全てを捧げて使いたいっていうのは日本の人はあると思います。僕は日本の男性はそれを持ってると思いますね。すごくあると思います。はい、それをすごく感じます、うん、ね、はい、私は天に従いって言ったら、まあ命令も確かにあると思いますけど、天に従うってまず何が自分に語られてるかっていうことを聞くことかな、うんうんうん、そして自分が何なのか、そのことを聞いて、そして聞くということはやっぱりへり下るっていうことだと思うんですよ、うん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 、自分がもう王様になってしまったら従うことはできないので、うんうん、なのでまず聞くことっていうのが天に従うっていうことになるんかなっていうふうに思ってますね。なるほど。ね、毎日のように主様の声聞き従い進むことですね。多分33分の節の一番最初の日は主のそれは知恵の始め、先ほども一緒にそれを使って賛美しましたけど、本当に目の見えない、存在だけど、そのもうこの目に見える世界よりもはるかに、超えてる存在を認めて、まあ、信仰ですね。目に見える世界が限界がある、限られる、もう尽きる。しかし目の見えないその、天という言葉が、まあ、神様ご自身を表している言葉ですが、それは永遠に続くとか、それをまず第一に認めてまた恐れるということはすごい、うん、やっぱり男性、まあ、恐れという言葉をね、多くの人が避けようとするけど、すごいやっぱり男性の心の中に響く、いい意味でこれ逃げていく恐れじゃなくても近寄ってもう求める恐れですね、うん、そういう感じがします。うん、他にありますか、なんか天に従いという言葉について、なんかその次の箇所、まあ今ともみさんも言ったけど、その人に使える、天に従い、いつもこうやってますね、天に従い人に使え、関連してますね。もちろん私たちは天からのその神様の使命が与えられ、それは人に使える、おとイエス様も人に使えるために来ました。この世の中は、まあ一番、まあ、今は、まあ、自己中心とか自己強調、私は自分の強調します、自分の権利とか、しかしイエス様がもうその正反対で自分を捨てて、もう使えるもの、一番低いものとなられて、で最後に最後に一番大好きな箇所、皆さん覚えてますか、ヨハネ13の3、イエス様はどこから来たか、どこへ行くかを知ることにより使える、うん、人に使え、一言何かありますか皆さん。
さっき正さん言ったように、人にやっぱり神様に仕えるのも、あの人に仕えるのも、本当に自分をへり下る必要があるね。あのやっぱりあの人に使いよう、手伝おう、何かあのしようと思ったら、やっぱりあの、うん、もう低くそのままへり下る必要があるから、すごい自分の中があの心が試されると思う。うん、人に使えるってなんかちょっと逆ですよね、今の考え方と。なんていうんかな、まあなんか偉くなっていったら人を使うみたいな、うん、でもイエス様はそうじゃなくて、弟子の足を洗って使える人生を歩まれたっていう、うん、まあそこになんかすごい大人の男を感じるなっていうふうに思います、うん、やっぱり使えることっていうのは男にとってはすごく難しくなってくる部分になるかなっていうふうに思うんですよ。なんかいろんなものをスキルとかその立場的なものとかどんどん身につけていくことによって、人に使えることってすごく難しくなってきて、人の言うことを聞くこともどんどん難しくなってきて、でも自分たちは神様によって作られたものということを信じてて、神様がその人その人に良いものを与えられてるってことを信じてるからこそ、その人たちに使える必要があるし、自分よりも必ずその人が優れている部分があるっていうことを信じることができると思うんですよ。私たちはやっぱりそれぞれの人に本当に使える必要があるし、そのためにはやっぱりさっきも同じなんですけど、へり下るっていうことはすごく重要かなっていうふうに思いますね。僕は子供にへり下ることを今すごい調整してるんですけど、このなんか子供をすぐこう上から押さえつけるような叱り方をしてしまうっていうのを、そうじゃなくてこう子供と一緒に成長していくっていう、そういうのは男の大人の男としては絶対必要なことだと思うんですよ。押さえつけられてすごい心が傷ついてる人がたくさんいてますよね、うん、やっぱり間違ってるなっていうふうに思いますよね、うん、小さい子供はわがままだから、そういう気くだるってなかなか厳しいけどねそれめっちゃ難しいですよ、うんね、具体的に言いますと、なんか人に使えるとか聞いたら、みんなあの今日でもできること、明日でもできることとか考えさせる。例えば、まあ、今33分の節の間に やった人の中で、あの一番、まあ、チャレンジ受けた具体的なチャレンジなんかありますか、人に使えるで、うん、人に使える。僕は、まあ、要するとあのやっぱり時間を取る、具体的にあのすごい、うん、なんか忙しいとか、男性は大概、人よりも物を大切にするんですよね、うん、だから、物の中のなスケジュールとか仕事も入ってるし、あのこれをしないといけない、いつまでにしないといけないとか、自分の趣味とか、うん、自分の食欲全部ここに入ってるから、うん、この葛藤が人とか、女性はどっちかというとすごいこうですよね、あの男性はどっちか自然にこうなってしまうんで、だから、まあ、僕個人的にそう受けてるチャレンジは、あの
具体的にその、まあ、時間を取ってこの人のために時間を取ること、うんうん、なんか私も同じかもしれない。あの33分の武士4回目ってさっき言いましたけど、そのうちの2回目からは私がちょっとまあリードするような形でやったので、それはすごくその一緒にやってるメンバーのためにはやっぱり使えるっていうことは意識しました、うんうん、そのリーダーっていう、まあ、リーダーってすごく言い方がおこがましいかもしれませんけど、でも使えることっていうのがすごい大事かなって、一緒に成長していくためには使えるっていうのが必要かなって思うので、一緒にやるっていうのでそのためにはすごく時間も使いましたし、まあそれは自分のためでもありますけど、もちろん、うん、ね、人に使えること、他に何かありますか、どこと、うん、僕はこれを学びをして、結構人に会いに行くっていうことを、まあ、コロナが、まあ、まだ流行る前とか、まだちょっと外出がしやすい時は、結構まあ、長いこと連絡取ってなかった人と会って話したりとかいうことが、うん、結構持っている機会があったので、うんうん、なので自分からまあ行くっていうこともまあ使えることなのかなって、うんうんうん、確かにね。またね、昨日マサさんとマーティーと、うん、一緒にそのセルフダイアグラム、何やったっけ、セルフコンセプトダイアグラムの話をして、うん、その中でやっぱり自分をもっともっと自分を発見するためには、聞いてくれる人相手が必要という話やったんですね。ここはすごい具体的ですね。やっぱり喋ってる間に、自分、またその相手からフィードバックを聞いて、その感想とかお話を聞いて、でもっともっと自分の、中にある、まあ、いろいろ傷とか、欠けとかが見えてきて、それを、どうやって主に委ねることができるとか、そういうプロセスはすごい大切とかね。また昨日は、ね、一緒にその動画を、撮って、改めてそれ考えさせられて、そしてまあこれは互いにね、こちらもやっぱりさらけ出して話すことも大事だし、やっぱり聞いてあげること、そしてそのフィードバックを上手に、感想を相手に言えること、それみんなは、こういうことをちょっと、なんて言いますか、ちょっと上手になりましたか、どうなりますか、みんな、やっぱりその男性としてね、話を聞いてあげるとか、うん、そのフィードバックするのちょっと訓練が必要ですよね、うん、どうですか、皆さん経験なんかありますか、うん、私は2回目に33分の武士やった時に、そのメンバーと一緒にそのキャンプをやったんですよね。でその時になかなかこう自分たちで関係を深めていくためっていうのはには聞くこととか、それから自分から語ることっていうのがすごい難しいかなって思うんですけど、でもまず自分がしっかりと自分の弱さとかを語ることによって、そこの場所が安全になって、みんなが語りやすい場所になるっていうのは一つ経験としてありましたね。自分たちの弱さを語り合う場所っていうのを作って、そして
みんなで弱さについて話し合って関係を深めていく、そこにはやっぱりそういう姿勢は必要かなと思いますね。うん。ですね。また、まさしさん言うようにそのキャンプで私自身も本当にその場所が安全っていうのが本当に心から分かって、やっぱり心の、ね、うん、内をオープンに話すこともできたし、過去の痛かった経験とかそういうことも本当にさらけ出すその場所っていうのが本当なかなかやっぱり男性は普段やっぱ強くなきゃいけないっていう思いがあるから、うん、本当にそういう関係が あるっていうのはすごいありがたかったですね、やっぱり。うん、そうですね。人間ってね、認めてほしいという根本的な、認めてほしい、うん、無視されるよりも、傷つけられるよりも無視されるの方がきついと言われます。うん、心理学。もちろん傷つけ合うことは人間関係の中でひどいことはひどいだけど、とりあえず関わってるは関わってる。でも無視される。もういないように見られてるとか、それは何よりも痛いらしいですね。だから逆に言いますと、この人間関係の中で、その男性同士の関係の中で、本当に相手ともう本当に存在をまず認めて、そしてその話を聞いて、フィードバックを上手に上げることね、僕も最近すごい勉強になってます。上手に聞いたことを、言い換えて、言えることね、勉強中です。はい、なんかちょっと相手が考えるなんかスパイスみたいな質問ができたらいいなっていつも考えるんですけど、そうなかなか難しいですよね。うん、ね、上手な質問仕方とかね、それが確かに必要ですね。うん、はい。次は、天に従い人に使い己に勝ちというちょっと不思議な言い方があるけど、これが確かに、男性にとって大きいことですね。みんなそれぞれの一言、うん、自分の中で国では今後悔してるのであんまり、たくさんは話せないけど、この必要性について己に勝ち、うん、必要性、また聖書に基づいてその言葉は何かありますか？うん、己に価値っていうのはやっぱりその、自分に、まあ、与えられている神様のそのさっきちょっと言われたミッションをもちろん知ることがまず目的が大切なのと、こうどプラスやっぱりその敵が何を目的にしてんのかなっていうのをやっぱり知ることによって、敵と目的やっぱり私神様知ってる人たち今と神様との関係をいかにしてこう話そうとするかね、それが誘惑であったり嘘であったり何でもね、携帯使ってやったりとか、何でもそうなんだけども、うん、その戦い、自分の頭の中の戦いもちろんあるけども、そういった戦いに常にこう、勝っていくっていう、あ、これは敵からの攻撃やな、あ、これには、もう、ノーと言い続けるってね。だから、自分にある、マサシさんさっき言ったように本当に使命がはっきりと分かれば、うん、敵の攻撃も分かるし、もうノーと言いやすいね。うん。なんか
不思議ですけど自由だと思っていろんなことしてたら意外と自分がやったことによってどんどん縛られていって、うん、自由だと思ってたことが実は自由じゃないっていう、どん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 自分の自由だと思ってる道が狭くなっていってしまってる、うんうん、なんか不思議だなと思いますけどそれを感じますね。だからそれのためにはやっぱり自分たちが自分の囚われてるものから解放されていく必要っていうのがあると思うんですよね、うん、てかまあありますね、うん、絶対、うん、それがやっぱり自分の罪だと思うんですよ。自分の弱さにどうやって勝っていくか、うんうん、その自分が何と戦うのかっていったらやっぱり自分の弱さと戦うのが一番大切なことかなと思います、うん、だからこそ自分のその弱さに勝っていく、うん、勝ち続けていく人生になっていかないといけない、うん、そのためにやっぱ一歩踏み出すっていうのがすごい大事で、うんうんうん、それはそれを応援し合うっていうのがすごく大事ですよね。ね、うん、これその戦いに勝つことができるということをまず理解することは大切ようですね、うん、なんか多くの特に男性、まあ、今の時代特に、これに対して自分の心 の中にあるその問題、まあ仕方ないこのままで、まあ、我慢しかないで、クリスチャンでも、まあ、私は神様に愛されてる、その愛は信じてるけど、その自分の心が解放されるまでの信仰はない、うん、まあ、やはり、まあ、ある程度信じたら天国に行ける、でもうつらい、人生はつらい、いろんな、ね、試練の中つらいけど、まあ、耐え忍ぶことができれば天国に行けるとか、でも全然今神の御国がここに来るとか、心に来るとか、うちの中に来るとか、そういう主の約束を忘れてるじゃないかとなんかちょっと感じて、うん、やっぱり己に勝ちて勝つことはまずできることを信じて、うん、それをもちろん相手と比べないことけど、証しを聞いて、それもできるの、あれもできるの、すごい、私もじゃあ信じますとかね、そういうことも大事ですよね。分かち合うことは本当にそれほど大事ですね。そう、しかもなんかもう自分でコーティングしすぎて自分の傷すらもう分からなくなってしまってる状況も実際ある、うん、ありますよね。だからそのためには、うん、コーティングをどん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 剥がしていって一番の元になっている傷っていうものをやっぱり見つけ出すっていう作業も必要になってくると思うんですよ、ね、うん、それもやっぱり勇気を出して安全な場所でお互いが、うん、癒されていくっていう過程がやっぱり必要になってくるので、そのためにはやっぱり男だってたちだけで集まって自由になっていかないと、勝っていかないといけないっていうことですよね。うん、確かに、うん、なんかここではまあ宗教と信仰の違いが見えるのはやっぱりある程度宗教って外から人をコントロールする、もうそうなりがち、つまり人の前でよく見えるように頑張っていく、うん、そして、まあ、ある程度悪いことしないように人をとりあえず、まあ、最低限で抑えようとする。しかし、まあ、御言葉によると御霊の御愛、喜び、平和とか最後には自制、自分をコントロールすることは聖霊様から与えられています。だから、私たちが主に自分を委ねて見た目に満たされたら、
なんか操り人形のようになって精霊様が私たちをコントロールすることではなく、私たちに自分をコントロールする能力、力が、恵みが与えられるということからスタートですよね。うん、だからセルフコントロールね、すごい、賜物です。与えられた、もうすでに与えられている。その中に私たちがただ目覚めて、あ、その中に歩もうというものですね。でも確かにね、今ね、言われたように、その罪の生活によって、もうすごい混乱するし、こもってくるんですね、思いが。曇ってきて、本当に自由と思ったのに、囚われ人になって、混乱してしまう。その混乱の状況の中で、まあ、残念ながらまた悪循環の中にいる、クリスチャンのだぜね、多く悪循環の中にいる、もういつも繰り返してここに行ってまたここに戻ってまたここに行ってまた戻ってなかなかの、なんていう脱出できない状態、その繰り返して繰り返してだけど、まあ、この33分の物資の中でその己に価値とかその大きなやっぱり鍵は告白、話し合う、誰にも言えてないことを今こそ言っときますとか、その痛み、痛い、難しい、恥ずかしい、同時にその自由を感じる、なんかそういう経験のについて何か引いていくことがありますか。もちろん告白した内容をね、それを別にして、ね、でもやっぱり自由になったその気持ちは皆さんどうですか。自由、私はその最初言った大人になりなさいっていうのはそれともう、ほぼイコールなんですよ、ね、自分からそこを自由になるっていうその踏み出しが大人になることとほぼ一緒です。その自分の隠し続けてきた弱さ、罪っていうことに対して本当に神様の前にへり下って全てを明らかにすることによって神様が本当に癒しを与えてくれて、そして自由になることができる。自分の、まあ僕の場合は、まあ金銭的なことであったりとか、まあ性的なことであったりとか、っていうのが一番根に持ってたものかなっていうふうに、今でも、まあその時もそれについてシェアしましたけど、そのずっと自分が隠してた、その自分は強く見せないといけないっていう、その間違ったものにとらわれて、弱さを見せることが、その男らしさじゃないって思ってたっていう、間違った考えを持ってた。でも、その自分が長年感じてた自分の弱さであったり、自分の罪っていう、そういうものを、みんなの前で言うことによってすごく喜びが得られて、そしてその喜びはもう二度とその同じ過ちを繰り返さないっていう、この喜びの中の生活にとどまりたいというその強い思いと、それからもう希望に変わります、変わりました。それはもうすごく最高ですね。それこそでもみんなに体験してほしい、みんなそうなってほしいから喜んで使えられるし、喜んでこう推奨します。みんなにぜひやってください、この大人になる過程、それこそ男でしょ、それこそ大人でしょっていう感じですね。ナイス、そうですね。他にありますか、己に勝つについてことありますか。本当に自分が今まで握ってたものを、神様は全て知ってる、まあ、全知全能なんでご存知なんだけども、やっぱり子供からお父さんに対して
あのお父さんごめんなさいっていうこの、あの全て手放した時に初めてそこの部分に神様が働いてくださるっていう経験をやっぱりしたら、もうそこ前には戻りたくないっていうのは、うん、本当にあの経験したら、あ、なんていうかな、わかる、うんうん、だからそうね、これ美味しいから食べてってあのいくら言っても、まあ、実際に食べたらほんまにうまいやんっていう味わったらわかる、本当にわかるっていう、うんうん、ですね。その心情の中で手にしてが人に使い己に勝ち悪を砕く、これがやはりあの男性にとってあのどんな映画でもあのゲームでもスポーツでもやっぱり悪を砕く、その敵を壊すという任すという、意志がなんて言いますか、闘神、うん、があること、うん、すごいですよね、うん、で多くの男性はそれをゲームのその闘神をゲームの方に使う、スポーツの方、まあそれは別に悪いと言ってるわけじゃないけど、でも私たちがこの地球に置かれた目的はもっと大きな、もっと偉大な、もっとすごい永遠に続く目的がある。そしてそれは本当にこの世にある悪を砕くこと、それは例えばその辺の大阪の町の、毎日会社に通ってるサラリーマンでもそういう使命が与えられてます、ね、その向こうの大学の行ってる学生も与えられてます。もちろん世界の果てまで行く人もそうだし、自分のもう毎日自分の家の中にいる、人でもその使命が与えられてると、もうすごい確信してる。みんなどう思いますか、その悪を砕くについて、それはまあもうちょっと具体的に言いますと、どんなことですか、自分にとって。さっきのやつと僕はもうほとんど一緒ですね。まあもう天に従い人に仕え己に勝ち悪を砕く、もうこれはもう全部リンクしてて、うん、それの繰り返しになると思うんですよね。やっぱり自分の弱さであったり自分の隠してるものっていうものに対してサタンはものすごく分かってますよね。神様を、まあ、ボブさん最初言ってたけど、神様がからいかにこう引き離そうとしてるかっていう力、そこに人間の弱さに巧妙につけ入ってくるこの力に対して、やっぱりそれは違うよって言ってあげることが悪を砕くっていうことになると思うんですよね。うん、その自分たちでその己に勝つことによって悪を砕けるっていう、そして今までいやこれを言ったらみんなに拒絶されると思ってたことは、実はいやそんなことないよ、みんな同じものを抱えてるんだよっていう、うんうん、そしてそれを言うことによって、うわ今までこれをそんなに恐れてたのに実はそんなこと嘘だったんだって気づけるんですよ、ね、うん、それはなんでか、それを言ったらみんなに拒絶されるぞって巧妙につけ入れられてるからだと思うんですよ。そこにノーってしっかりと砕いていくっていう必要がやっぱりあるかなと思うんですよね。それはやっぱり己に勝ったものにしかできないと思うんですよ、まあ、自分の力で勝つわけじゃない、神様の力によって勝って、そしてそれをしっかり砕いてあげる。で砕かれたあの己に勝ったものは周りの人の悪を砕いていってあげることができると思うんですよ。それが天に従うことやし、それが人に使えることやし、うん、確かに、うん、いや本当にあのマサさんに言うように、そう全部リンクしてるっていうのは本当そうだと思う、うん、でね、だからこそやっぱり
神様の助け主のやっぱり聖霊様と聖書と言ってるあの武具をつけなさいねってちゃんと言ってるのも本当に理解できる、うんうん、このいろんな矢が飛んでくる嘘があるそんな中で自分をじゃあいかにどうやって守るかっていうのを守り方がちゃんとあのこの聖書にこれ書いてあるからあのこれをつけなさいよ、ね、あの全部だからそれをやっていけばあ矢が飛んできたああのマサさん言うようにこれ言ったら拒絶されるんちゃうっていう敵の声をそのままスッと聞き入れるのかいやそれは違いますパーンとこう普通に跳ね返すのかで、うんねうんうん、だからそれを本当に聞き分けるっていうのがうん、もう常にこれ日々もう一日の中でも何回もやっぱりそのいろんな声がやっぱり聞こえてくると思うけどもそんな中でトレーニングと一緒で、うんうん、いや毎日ワークアウトするのと一緒でこうこれはこう神様はこう言ってるっていうやっぱり固い、うん、揺るぎないやっぱり信仰を持って進んでいけばもう全く問題ない。うん、ですね。ありがとうございます。もう少しちょっと具体的な内容をちょっと説明 しますと、ちょっと待ってください。33日間チャレンジを、が今から始まります。その33日間チャレンジに参加される男性は、このような内容を、まあ、理解して毎日とか毎週、やってほしいねと思うのは、まず毎日はちょっと短い動画を見て、そのプランに従っていくことですね。心理のチャレンジ、そして、肉体的なチャレンジ、人間関係の中でそのリスポンスチャレンジもあります。応答するチャレンジですね。そして、毎日同士と簡単に分かち合うこと。できれば理想的には、まあ、一人でできないことはないけど、理想的には、もう一人と一緒に、毎日でも電話で話し合うこと。私は実はね、このチャレンジをマーティーさんからいただいてね、マーティーは、毎日朝6時半、ある若い男性と、時間を決めて10分ぐらい話し合いました。そしてそれがその若い男性のもうすごい解放の鍵になりました。で私はそういうコミットができるかできないかとちょっと葛藤があったけど結局コミットして今日は33日間の中で32日目のあるアメリカにいる若い男との、時間やってます。そして、そういうですね、コミットして一緒に、できることは、できれば一番いいです。はい。で、もちろん、その相手がやりたくないの、毎日でちょっと時間ないとか、それは別に自由ですが、まあ、理想的には、毎日ちょっと少し電話で話し合うこと。そして、週1回は30分か60分ですね、また同士と集まって、オンラインでも最近はね、オンラインでやってる人多いけど、ちょっといろんな質問を聞き合うこととか、祈り合うこと、そして1泊2日の、武者修行合宿をします。はい、こういう具体的なプラン。なんか皆さんの中で、ちょっと具体的な、こういう形についてなんか、一言アドバイスとか、コメントとか印象はありますか？そうですね。僕が30日間やって感じた、まあ、こと一つなんですけど結構男性、まあ、この学びをやり始めた方とか、まあ、あんまり、こう、オープンに話すのは、まあ、結構に、まあ、男性って苦手だと思うんで、結構やっぱり反応が得にくい時があるんで、だから、そうですね、そういう時に、こう、
なんか考えてしまったりとかこう、比べるじゃないですけど、なんかそういうことを感じるので、またそれが気づきになる、自分が人と比べてるなっていうのとか、とか、まあ、あとはすごい燃えてる人のこうコメントとか逆に受け取ると、まあまあ、それで励まされたりもしますし、逆になんかプレッシャーをこう心のどっかで感じたりとか、そういう、っていう、まあ、なんかいろいろ人間関係があってやり取りするので、すごい感じながらやるっていうところは大きいところですね。要するとなんかフリー自由にやることという感じですか。まあ特に、まあそこを強制するっていうわけではなくて、あ、ごめんなさい、ジェフさん、なんておっしゃいました。なんか要するとマスさんが言ってることは、そのなんか関係の中で、まあ自由に動いていくこと、なんか、そういうちょっと融通性のある感じで、ことが助かったわけですか。そうですね。いや、まあ使ったというよりは、その、まあ、メンバーやり取りするメンバーが変わることもあるんで、まあそのグループのこうキャラクターは変わることはあるんですけど、その中でこう、まあ何を言うか何を相手の言ってることにどうこう応答するかっていうことを考える、上で、まあそうですね、まあ僕はテキストでやることが多かったね、LINE とかで、電話でやるっていうのはすごいまた一つ絶対応答しないといけないから、何か言わってね、一緒にやる、一緒の時間にやるわけなんで、それはまた大きなチャレンジだなと思います。だから、なので電話でやれたらやっぱそれがベストかもしれないですね。まあ少しの時間でも。私自身も電話ではまだやったことないんですけど、テキストでのやり取りなんですけど、やっぱりその個人的には朝結構ね鋭い質問が書いてあるんですよ。だからパッと見てパッと答えられる質問じゃなくて、やっぱり個人的には朝まあ、起きてもう簡単な短い動画なんで、動画見て、で質問と見言葉があるんで、それをこう一日かけて何塩昆布のようにこうずっと噛んでこれどういう意味なんやろうみたいなね、ほんで自分の中でこういろいろ探って、でこうやり取りするっていうね、プロセス的には。だから結構質問は鋭いんで、ズバッと入ってくる質問とかね、でも自分自身の中をこう今まで入ってこなかった領域とか、なんかこう探られる感じがすごい、変わりたいっていう人にはすごい、私もマーティンさんがやってる電話のやり方はまだやってないんですけど、毎回やり方がちょっとずつ変わってきて、最後にやったのはノートにしっかり書いて自分の考えをまとめたものを写真で撮って送ったんですけど、それはすごく自分にとっては考えが整理されてよかったです。でも別にそれ同じことをやって自分はそういうふうにやるって決めてやりましたけど、一緒にやってるメンバーには別にそれを強制はしないし、それぞれのやり方で
いいと思います。ただ言えることは、自分が積極性を持ってやればやるほど与えられるものは大きいっていうことですね、うん、なので、うん、あの昨日ちょっとその電話でやることに対してちょっとあの大丈夫かなっていう不安があって、っていうのはその電話してしまうと相手に求めてしまうので、あの強制的になってしまうんじゃないかなと思って、それをちょっとマーティーさんに相談この前したら、でもそれは事前にやるかやらないかを話してするから、それで OK っていうふうに決まったんやったら、継続して同じ時間でやったらすごく祝福されるよっていうふうに言われて、確かにそうだなと思って、もぜひ次はそういう形もやりたいなっていうふうに思ってますけど、でもやり方はもう自由でいいかなっていうふうに思ってますね、うん、本当にその通りですね、うん、やっとみんな印象すごいいいですね。ともみさんは、うん、もうスタートしましたか、あの明後日からですか。まだですね。どこにやろうと思ってますか。とりあえずはそうですね、具体的な形っていうのはまだちょっと、うん、まとまって、そうですね、まとまってなくて、はい、はい、そうですね、みんなが今言ったようにフリーで、うん、まあ、自分の生活に合ったパターンとか、ね、マサさんも4回ぐらいやってるね。それぞれ毎回いろんな試してみてもいいし、はい、だからそのフリーという自由とかね、ちょっとまあやりだしてちょっと苦手とか、相手は違和感があるとか、それは別にね、もちろん強制できないし、本当にみんながもう切に主を求めてます、うん、もう変わりたいとか、そういう自由がある。もう一つはまあフラットという平らですね、うん、関係が、まあ、日本の社会のなんか上下関係とか、先輩が、うん、先輩後輩のちょっとね、よくある社会の中で気をつけないといけないことは、まあ教会関係の中でイエス様が言われたように、あなた方はみんな兄弟です、うん、兄弟です。だからある意味で、まあ、兄弟であってもお兄さんっぽいとか弟っぽいとか、そういう関係でまず、例えば経験がちょっと長いとかね、マーティさんはお兄ちゃんですよね、そういう感じで、うん、だけどそれは絶対にそういう封建的な形ではなく、うん、で横にいる兄弟として、うん、先ほど言ったようになんか最終的に人がセルフコントロール、自分で自制を育んでいくことが目的だから、うん、本当に任せることだから、フリー、自由とフラットとかタイラーとか、まあ今までたくさん話したオープン、うん、やっぱりちょっとそれもちょっと、勇気がいるけど、踏み出して、うん、ちょこ心をさらけ出して、うん、って、うん、話せること、環境を育むことが、やっぱり鍵ですね。そうですね、はい、みんな、よかったら最後に一言ずつ、なんか今日本人の男性のになんか一つの一言だったら何を言いますか。ボブさんからどうぞ。はい、神様、知ってる人、また知らない人、まだ出会ってない人、本当に一人一人神様が目的を持ってここに、この今地上に送られているので、それをぜひ、もう受け取って、自分が、何のために今いるのか、何のために送られているのか、それを本当にしっかり受け取って、自分の本当にアイデンティティ、自分とは誰やという、何のために今ここにいるんだっていうのを本当に受け取ってもらえたら、そして、うん、男として、本当にしっかり歩むにはどうしたらいいか、本当に弱さを出せるのも男だし、今話し合った中で本当に
ね、全員の前で自分の弱さをぜあのさらけ出すっていう必要はないんだけども、 小グループでその決まった関係がある中で本当に弱さを出せる関係というのがすごい男性にとってすごい必要だっていうのをあの理解して、そういう関係をみんながやっぱり持ってほしい。うん、ございます。マサ、なんか一言、なんかそうですね、応援する言葉ありますか？あ、はい、まあ、ボブさんがおしあの話された、あ、まさに少人数でもいいから、あのそういうさらけ出せる関係が持てるっていうのは、あのすごく大事だなってこの学びを通して学びました。で、そうですね、あの特にまあやっぱり僕個人的には一番あの変えられたなって思ってるのが、さらけ出すこと、まあ、今も、まあ、恐れはあるんですね。けど、あの、うん。まあ、やっぱりそれをすることによって、すごく、あの、自分の中でも、こう、変えられたり、あの、これまで重く捉えてたことが軽くなったりとか、っていうことを経験したので、すごく、あの、男性同士がつながってやるっていうのが本当にこの学びで、あのやる人が強められること、あの強められる点だと思うので、あの本当にあの可能な限り、まあ一人でもできますけど、あの誰かとつながって、そのつながることを通して、あのそのつながってる人と2人で、まあもしくは3人グループで、まあやるなら、その人たち全員が強められるので、あの本当に関係を持ってやってもらえたら、あの嬉しいです。ありがとうございます。はい、ともみさん、なんか一言、皆さん応援する言葉ありますか？はい、僕自身もそうなんですけど、あのやっぱり神様は、まだあのイエス様のこと知らない人もそうなんですけど、あなたには、僕もそうですけど、その人にしかできないことが本当にあるし、もう本当にその人がいてくれるから、僕も自身もそうやけど、その人がいてくれるから、なんか助けられることとか、本当に教えられることとか、励まされることっていっぱいあって、本当に、だから、どんな人も本当に大切。そう言ってくれるイエス様っていう人がもう共にいてくれるから、あの本当にこの人と一緒にみんなで一つになってとか、みんなで一緒になって進んでいけたらなと本当に願います。本当に励ましと、もう熱い心というか、そういうのをみんなで体験していけたらなと願ってます。ね、ありがとうございます。では、まさし、どうぞお願いします。はい。そうです。やっぱり男はかっこよさに憧れますよね。強い男に憧れて。そうですね。そして、まあ、僕が今一番憧れてるのはイエス様なんですよね。イエス様がなんでどんだけかっこいいのかって分かる箇所が僕にとっては一箇所あって、それは十字架に着く前に、マルコの福音書の14章に書いてあるんですけど、イエス様は自分のにあが与えられてる使命を分かっていて、でもそのことを天のお父様にこう悲しみのあまり死ぬほどもだえ苦しんで、自分の杯が私から取り去ってくださいと、でも私の望むところではなくて、あなたの望みになることが行われますようにっていうふうに、もう悲しみで死ぬほどっていうぐらい
祈られたんですよね。でもその時が来て、あ、自分の使命がこれだって分かった瞬間に、立ちなさい、さあ行こうっていう、この切り替え、この決意、自分が何のために生きてるのか、自分が何のために死ぬべきなのか、自分の進むべき道、人生かけて何をすべきなのか、イエス様はそれがはっきりと分かってて、自分の命が惜しいとは一切思わない。これこそ男やろっていう感じですよね。これこそ武士やろって。でも日本人にはしっかりと神様から与えられてると思うんですよね、この武士の精神が、武士道が。だからいつ立ち上がんねんっていう、今しかないでしょっていう感じですよね。イエス様が開けてくれたこの道を少しでも近づいて一緒に走っていけるように、そのためには男同士が手を取り合って己に勝って悪を砕いていく、そして天に従っていって、そして人に仕えていく、それの繰り返しをしていくことでみんなで一緒に悪を砕いていけたらいいなというふうに思うんですよ。だからみんなで一緒にやりたいなというふうに思います。この動きがどん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 広がっていって、もうみんなでこう収穫できれないほどの収穫が来ることを確実に来るって信じてます。アーメン、ありがとうございます。じゃあ一言祈ります。皆さん、よかったら一緒に見てる人も一言、日本の男性たちのために一言祈りましょうよ、うん。ここは、先駆者の4人がいます。私はあの外国から来たものを通して本当に何よりも喜ぶことは、あの私の日本人の、兄弟たちが立ち上がり、自分から神様から与えられたその使命の中に歩むこと、だから、今からです。今からが出番です。今からがもう立ち上がる時と、としてもう皆さん宣言してください、うん。一緒に宣言しましょう。主を感謝します。この時、ありがとうございます。いる、一人一人を感謝します。また聞いてる一人一人を、感謝します。あなたが一人一人の男性の中にあなたの、ご自分の栄光を置かれたこと、ありがとうございます。今その栄光を呼び起こします。起きよう、光を放って、あなたの栄光が来たと主が言われます。そして本当に、周りつくその罪を脱ぎ捨てて、もう本当に邪魔するものを全部捨てて、その前に置かれたその、道を走ることができるように、どうぞその一人一人の男性に語ってください。やるべき、やるべき、どう進めばいいか、誰に語ったらいい、誰に頼んだらいいかと、どうすればいいかと一人一人にはっきりと主を語ってください。本当に日本ではあなたの聖なる戦士の武士の、その大軍が立ち上がり、本当にこの日本、また世界の果てまで行くことを主イエスの皆によって信じて宣言します。うんうん、アーメン。アーメン。アーメン。はい。じゃあ皆さん、こんばんのことありがとうございます。他の皆さん、またこの下に、情報を入れときますので、33分の武士のに興味のある方は、どうぞ、その情報を見てください。そして、一緒に続けて、あの教会、信じる人のリバイバル、その心の復活プラス収穫のために祈り続けましょう。アーメン。おやすみなさい。はい。